沢直之がメジャー40人枠外へ現地時間9日、ボストンレッドソックスは、上沢直之投手、30、をDFAとしたことを発表。トレー・ウィンゲンター投手、30、のメジャー昇格に伴い、ロースター40人枠から外れることになった。上沢は日ハムから、ポスティングシステムを利用し、今年1月に、レイズとマイナー契約。招待選手としてのスプリングトレーニングに参加するも、マイナー降格が通告されたためオプトアウト権を行使。開幕前日に、金銭トレードでレッドソックスへ加入した。今季開幕は3Aウースターで迎え、3試合の先発登板を経て、現地時間4月28日に初昇格。同5月2日のジャイアンツ戦でデビューを果たし2回、無失点を記録。通算2試合にリリーフ登板し、計4イニングで1失点、防御率 2.25 をマーク。先発ローテーション投手の戦列復帰に伴い、同8日にマイナーへ再降格となった。再降格後は10試合に登板するも、うち9試合で失点を記録し、27回に3で23失点。3Aウースターでは、通算13試合に登板して3勝3敗、42回に3を投げて、防御率 6.54、36奪三振という成績だった。今後はウェーバーにかけられ、獲得に乗り出す球団がなければ、マイナー降格か自由契約となる。